さあどうもこんにちは。こんにちは。だから俺体調悪いんだって。体調悪いんだって。休ませてもらいますよちょっと。今日寒いねケンちゃん。寒いね。ひどいよね君たち。なんかさちょっと皆さん聞いてください。こないだ前回さスルーナイト俺やったじゃん。はいはい。ああやる。これなんかケンちゃんがさいらんことしたんだけど。何？またイチャモン？違う。なんかねちょっと見して。じゃじゃん。どこのそれ？何それ？どこのライトよそれ？いやこれアマゾンで。まあ、買ったんすよ。やべやけんちゃん。いや最近ねその何スルーナイトさずっとやっててさ、はいはいはい、もうちょっと目見慣れてきてたしなんか大体がスルーナイトと比較したことないじゃないですか。本当に明るいのかってこと？そうそうそう。あのまあ同じ価格帯ぐらいでまあ値段がまあ似てる感じでまあそのどうなんかなと思って比較したい。ちょっと待って、どうする？もしさこれでさこっちの画角どうすんの？本当に。いやそしたら、まあ動画としてはもうするんだけど、まあスルーナイト意外と大したことなかったのでってことで、はいはい、まあケンちゃんがそれをやりたいってことで、いやどうなんかな。なんか俺いい気しないな。なんか これ普通にちょっと使ってるんですけど最近、まあまあ明るい、まあまあ明るい、まあまあ明るい。こういうね嫌がらせするケンちゃん、ケンちゃんちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あくまで企業案件だからさ、そこそこコンプライアンス的にちょっと良くないかなやっぱり。いやまあそういうのをこう視聴者にこうリアルに伝えていこうじゃないかと。いやでも我々お仕事だからやっぱこれ、ね、我々お仕事だよ。お金もらってお仕事やってるの、はいはい、あんまりラッコされるとね困るのは、うん、もしくは仮にこっちのが良かったよね。あ、すいません。ちょっとパワハラ、パワハラだよね。じゃあ、ちょっと待ってね。これもしさ、本当にこれで仕事がないからさケンちゃんの給料から転引するからね。分かった。いやでもまあまあ明るいですよこれね。契約してるから。いや任せてください。ケンちゃんの給料天引きするからね。ちょっと電池ちょっと電池弱めねえとか言ってということで、まあ、ケンちゃんがやりたいということで、はい、うわーなんかいい気しないな。いやこれまあいいよ、やってみようか。やってみましょう。とりあえずやってみましょう、はい、俺はね信じるよ。いややっぱりいやぶっちゃけ明るいもん。本当に自信持ってるもんね。いや明るいけどでもまあまあこれも高かった。で待って待って、どこの味方してんの君我々の味方じゃないの視聴者の味方してた。意味が分からん。企業の敵らしい。企業の敵らしいよ。嫌われるよ。バッサ嫌われるよ。やめや。ちょっとまあケンちゃんがそういうことなので、はい、スルーナイトさんこっちが明るかったらすいません、ってことでやっていきましょう、はい、何をやるの？あ、いや、明るさ、見た目から明るさから、まあ、そういうの。あ、まずで見た目紹介しようか、そう何をやるのだろうね。ライトセーバーじゃなかったこれ。じゃあ、見た目見ましょう、ね、はい、はい、さあ、こっちがスルーナイトで、これが僕の買ってきた出た、まあ、ライト。お前見た感じでちょっとちっちゃいね、ケンちゃんの方が。いや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 、こいやいや、やっぱ大きい方が明るいに決まってんじゃん。いやいやいや、こっち詰まってますから、ね、大きい方が明るいに決まってんじゃん。いやいやいや、なんか詰まってるから。でかい方だよね。待って、これさどう LED のあれ、中見せて真ん中。あー、なんかちょっと変わってるね、それ変わってますよね。左寄ったりと左寄ったりだけど、中がちょっと見えない。ここガラスじゃないね、これこっちみたいになってるね、うん、あ、そうですね。で俺こっちのがスイッチとかどこにあるの？スイッチはここにある。一緒か。まあ同じ感じです。でもこれすごいね、これマグネットで充電これねさっきびっくりしたでしょ。もう言わんといて、パチ言わんといて。これマグネットで充電できるの、こっち。そう、スマホでありがちだね。そう、ちょ言わんといて。もうそれなんか線とか刺しちゃう感じなんですか？やめてくれこれ USB だから、これマグネットだから。これね、ブロイよ、パチって。でもやめといて、やめといて、やめといて。じゃあちょっと実際に照らしてみようか。照らしてみます。はい、やってみましょうか。じゃあ、はい、いざ対決。対決、いざ対決、はい、勝負、はい、ちなみにいいのかな、なんかメーカーとか言っちゃってもいいのかな。ねえ、もうこれ企業アンチじゃん、ケンちゃん。いいのかなっていうか、もう映ってる、もう映してるから、もうやめやめよ、ピピピということで、じゃあ、はい、ケンちゃんのちょっととりあえず見してよ。ちょっととりあえず照らしてみて。おお、それ一番明るいの。しょぼいね。これ、いやこれ、うん、ロービーム。ロービームまだある。まだあるの。変わってねえ。変わってない。あ、なんか明るかった。何やってんの。あ、ね、使い方知ってる？教えようか。手がね、寒くてね。教えようか。それマックス？ああ、軽いかもしれん、これ。意外と明るくなる。マジ言ってる？
スルーナイトが、分からん。ちょっとケンちゃんもう一回照らして。あー、分かった。あれちょっと待ってよ、ケンちゃんもうちょい俺の位置から照らして。上同じ、ここら辺出して、ここら辺もっと奥、手前する、もっと奥、ここケンちゃん下手くそ、この辺、ここ、明るが暗すぎて分からんかったわちょ、もう一回もっと上、そこケンちゃん違う、ここ、ケンちゃん、ここ、どこ照らしてんの、もっと上だって、あ、暗すぎて分からんかったわ、ケンちゃんの、あれあれれれ、ちょっとトク照らして、トク。じゃあちゃんと照らして。ちょ電気ついてるそれ。マックス？ちゃんとつけてくれんちょっと。あついてるやん。ちょケンちゃん見とって。あやっぱ違うね。やっぱよかった。ほらあれ。ほらあそこ、ここ奥照らして奥ここ。あれ光届いてないケンちゃん。ケンちゃん早よ。ちょっと早く電気つけて早よ。街灯揺れとらん。街灯風で撃たな、あれ歴然の差だねこれ。ほら奥まで照らしてるもん、ちゃんとケンちゃん暗いって、あれ照らしてる、この差だよこの差、ほら照らす範囲が広いね、広いね、しかも奥まで照射距離が長い、あと色味がやっぱあのスルーナイトの綺麗、広いかな、ケンちゃんもう一回ちょっと照らしてる、照らしてんのそれ照らしてんのそれ、ちょっと土下座しますさあ、あれ何あの自信満々だったの、あれ口数が、いやあれやっぱりあれだね、スルーライトはすごいね、やっぱり我々が紹介してるだけあってね、すごいね、いやだけどこれも結構 YouTuber の人が紹介してて、明るいって言ってんだよこれ、いやだから僕は割とそういうの見てて、へえー、なるほどね、ててこれならと思ったの、これだったらワンチャンあるなと思ってもう何浮気する気なくなった、やったるわと思ったら、え正直風邪めっちゃ来ると思ったでしょ、あね、家で使ってる時は、うん、分かったこれいるわと思った、いやいかんけど、うん、これ絶対勝てるわとか思ってでいざ比べてみたらで直してくれ、ちょっと修行し直してきます、で直して、うん、とまあこんな感じで、はい、ケンちゃんが失敗したね、企業アンチ失敗しました、じゃでもまあ明るいですねこれね、まあ明るいね、うん、まあ市販品比べたらね、からしたら明るい、だからまあ明るいけどやっぱそれを超えちゃうね、比べたら全然違う、しかもさ知ってる、さっきのチラッと値段見たんだけどこっちの方が安いからね、まあ安かったですね、うん、まああくまであのネットで見た感じだとちょっと安かった、うん、こっちがちょっと安い、でもまあ同価格帯ぐらいですよね、ちょこっと安い、ちょこっと高くてちょこっと暗いね、まあそうですね、でちょこっと視野が狭い、まあマグネケンちゃんの視野も狭いいやマグネットで充電はそこはどうでもいいね、別にぶっちゃけ、まあさせる時点でね便利じゃん、まあね、うん、だと思うよ、うん、それないと悩まって、撮影した見とぎが高いんだよこれということで今日はケンちゃんがいらんこと企んだので、はい、まあ俺多分で勝つ自信があると思う、いやでもね、じゃなんかもう見慣れてるからなんかどうなんか、いやじゃあ俺らも散々いろいろ試してよね、だって、いやケンちゃん、うん、あのケンちゃんが入る前から試してるからこれ、もう何年やってんだよってね、2000円とか3000円とかどんどん上げていろいろ見てるんですよ、1000円単位のやつでもやってるわけじゃん、散々やって、まあ見てるみんなもそうだけど、ほとんどのも使ったよね、昔はそれでおすげーってなったけど、それがスルーナイトが出てきてからなんか暗いよなみたいな、そうだからもうケンちゃんいらんこと考えがいいよ、もう全然ケンちゃんって俺らなんかこれ長いから付き合いまだちょっと家の探してちょっとリベンジ、じゃあ同じぐらいの価格帯で見なかんよ、それはね、そんな何万、3万のものとこれくらいだったら、それは家に決まってんじゃん、ね、大型廃棄料みたいになっちゃう、でもそれに勝ったら笑えるよねだって1000円のこのキーホルダーでもバカ上がるから ね、マジで明るかった、そうってことなら皆さん、まだスルーナイト、はい、興味ある方いれば概要欄からぜひぜひ、いろんな種類からね、あの皆さん見てもらうと、でっかいのからちっちゃいのまで、これね、最近聞いたんだけど、みんなこれ自転車につけてる、あチャリガキがホルダーでちょっとあの失言申し訳ないんですけど、チャリガキがあのこれ自転車つけてる、これめっちゃ明るいって言ってるよ、これチャリガキ、自転車に乗ってる子供ね、そう自転車乗ってるチャリガキ、お子さんですね、お子さん、いいじゃん、チャリガキまんじってせっかつくと思う、じゃあでも一回ペン型のやつやったの覚えてますか、覚えてる、あれですら、はいはい、あれですらこれと同じぐらいからね、明るいよねあれ、そうだからあの皆さんよかったら概要欄に
マジで1個本当騙されたと思って、そう騙されたと思って買ってみて、いいやつじゃなくていいから、うん、キーホルダーの全部いいから買ってみて、本当に明るい、びっくりする、うん、俺なんか全部のくらい入ってたね、アトリエにちゃんとこう刺してるから、そう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 、はい、ということで今日はスルナイトの比較過去勝手にやりました、ということで皆さんさようなら、させI killed, I know, once a free for champions, I can't believe it's right.